仕上げていく。全国3連覇へ。四国中央市を舞台にした高校生たちの熱き戦い、第16回書道パフォーマンス甲子園。愛媛からは三島高校、松山東高校が出場。午後1時30分からテレビ生中継。インターネット動画配信サイト南海オンデマンドでは全出場校の演技を完全生配信でお届けします。